地に撮影しました。青森に住んでいますが、弘前の夜桜は初めて見に来ました。外堀、本丸、西堀の順番で見ていきたいと思います。外堀、中央高校口です。桜は散り始めてました。動画撮影は初心者なので広い心で見てください。よろしくお願いします。外堀、ねぷた村付近も桜は散り始めてます。前回来た時は五分咲きでしたが、今日は満開です。下城橋付近も満開です。下城橋から見た内堀、とても綺麗です。下城橋、本丸側です。弘前城、本丸にある展望台からの景色です。Thank you.
東側、桜のトンネル、多くの人が歩きながら満開の桜を見ています。